新薬ができて血液型判定を受け付ける動物病院が増えています。この病院では輸血をしなければならない場合に備えてペットの血液型判定を進めています。はい、お願いします。あ、そのままでいいです。血液型はわずか 0.6 ミリリットルの血液で調べることができます。血液は動物薬品メーカーに届けられその日のうちに検査判定結果が報告されます。こう、うちへ行きます。血液型判定を